今日はですね、ペットケアサロングランの丹良介さんと、ライブの方をしていこうかなと思っております。あ、こんばんは。今日はどっちかって言ったらトリマーさんとかトリミングサロンのオーナーさん向けの内容になるかなと思いますので、はい、もしよければ、最後まで見ていていただけると嬉しいです。じゃあ丹さんお呼びしますね。おお、お疲れ様です。あれ、髪型変わってる。はい、切りました。おお、なんかめっちゃ夏なんで。はい、夏なんで。おお、お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりですね。すいません、遅くなってしまいまして申し訳ないです。あ、いえいえ、全然大丈夫です。ありがとうございます。しかも始まるちょっと前にも LINE 送ってしまってごめんなさい。いやいや、大丈夫です。今日ちょっとかなりバタバタでちょっと間に合うかどうかってところでごめんなさい。いやいや、もう。よかったです。2分ぐらいで。ありがとうございます。はい、もう今日ないかなって一瞬思っちゃいました。ん？今日ないかなって思っちゃいました。ごめんなさい、ほんまに。申し訳ないです。すいません。はい。はい、お願いします。そうですね。まあ、時間この前1時間かかっちゃったんで。はい、そうですよね。もう。ダーさん、なんか髪型そっちの方がかっこいいと思いますって来てますよ。あ、ありがとうございます。今野さんですか、これ。今野さんですよね。ロングもでも似合ってましたけど、そっちでも似合ってますね。いや、ありがとうございます。前、なんか、すごい貴重なお話、いろいろお聞かせいただいてありがとうございました。あ、いえいえ、もうこちらこそ。ありがとうございます。なかなかと。いやいやいや、もうすごい勉強になりました、僕も。いやいやいや、まあ、よかったっす。いや、今日も、続きの方というか、今日はなんか、あんまり打ち合わせもほとんどしてなかったんですけど、そうですね。もうほぼノー、ノー打ち合わせですね。本当申し訳ない。いやいや、大丈夫です。いや、もうインスタライブなんかいろいろ、ね、ちょっと前になんか僕のドライフードなんかライブさせてもらったりとかで、なんか、なんかすいません、告知のタイミングとかがなんか、申し訳ないです、なんか、いろいろ。いやいやいや、もう自分も川上さんのドライフード、フードのこととかすごい聞きたいことあるんで。はい、あ、思いますか？はい、ちょっとそれはもう、別で、お願いしたいです。自分が、もう、川上さんにフードの質問をするインスタライブみたいなの。はい、マジで。いや、全然僕でよければ、はい、全然いつでもおっしゃってください。あ、ありがとうございます。やりましょう。はい、はい、お願いします。僕は、ターさんに、まあ、経営の話が、結構なトリマーさんから、今回、明日楽しみにしてますって、ストーリーズに返信いただいたりとかで。ああ。そうそう、見てくださってる方結構いらっしゃると思うんです。ありがたいですね。本当にありがたいですね。はい。まあ、時間なんであれですね。やっぱ30分という、当初決めた30分ルールを、今日は守れるように。30分でいきましょう、今日は。はい。なんとか、はい、こう、ぐっと凝縮で。そんな感じで。誰とやってもなんか1時間ぐらい喋っちゃうんで。なぜか。メンズトリマーさんと話すのがなんかちょっと楽しくてね。まあそうですよね。盛り上がっちゃうんですよね。まあ、特に今なんかコロナの時期なんで、あんまりゆっくりなんかね、話すっていうことが少ないので。いや、確かに。それはありますね。こういう機会がすごくありがたくて。すいません、今日はよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。トリミングサロンの売り上げについてっていう形やったと思うんですけど。はい、そうですね。はい、まあ、売り上げもそうですし、まあ一番は、価格についてですね。あ、そうだそうだ、価格について。はい。で、結構、前回もちょっとお話をさせていただいたと思うんですけど、はい、やっぱりトリマーさんの給料が安いっていうのが、まあ当たり前になっちゃってるんですよね。そのペット業界において。そうですね。はい。で、まあ、なんでその給料が安いのかっていうところに、やっぱフォーカスして考えると、そもそものその価格設定っていうのが適正価格じゃないんですよね。例えば、プードルが、まあ大体、平均、いくらぐらいなんですかね？平均まあ7、8000円ぐらい。7000円か8000円か、それぐらいでしょうね。ですよね。でも、はい、本当に安いとこだと6000円とか。
そうですね、6000のところとかまだあるかな。ですよね。ってなると、はい、まあ、7000、間取って7000を例に考えると、はい。その、大体まあ、プードルのカットで、まあ、2時間から2時間半。うんうん、でまあ、早い人で1時間半とか、めちゃめちゃ早ければ1時間とかっていう人もいると思うんですけど、まあ、大体、通常2時間とか2時間半かかるわけじゃないですか、プードルのカットで。うん、そうですね。2時間、2時間半ぐらいですかね、やっぱり。ってなると、その2時間半で7000円の、売り上げっていうのを考えると、1時間あたりの売り上げっていうのが、3000円切っちゃうんですよね。うんうんうん。時間単価で考えるとね。そうですね。ちょっと、はい、今、近くに電卓があった。7000。7000割る 2.5 で、まあ、時間あたり2800円しか稼げないんですよね。そうなんですよね。はい。っていうのが、もうそもそも、その、価格設定が、安すぎるんですよね、トリミング業界が。けど、やっぱりその、もう、業界全体で、なんていうんですかね、その、価格っていうのが、もうほぼ横ばいにこう決まっちゃってるじゃないですか、その、そうですね。大体新しいお店とかを出すときも、その地域の、近隣の店舗と比べて、どれぐらいの値段にしようかなっていうのを決めてると思うんですよね。まあ、大体なんか皆さん始められるときそれが多いですよね。そうなんですよね。だからそうなってくると結局そもそものその価格設定がもうこの辺の低い価格設定でみんなやってるのにもかかわらずそこに合わせに行っちゃうんで、もういつまで経ってもずっとこの低い価格でしかそのトリミングサロンっていうのが成り立たないっていうような。あれは学ばないから悪いんですかね。なんかみんなその路線辿ってますよね。そうですね。その、まあ、何が悪いっていう、その、あれは多分、まあ、ないとは思うんですけど、はい、一番のスタートがやっぱりその、トリミングサロンってこう、生体販売のおまけで始まってるじゃないですか、トリミングサロンって。確かに。確かにそうですね。生体販売がメインにあって、それのこう付加価値としてトリミングっていうのが、トリミングサロン、サービスっていうのが、スタートしてしまっているので、はい、どうしてもそのトリミングサロンのみでそのしっかりとした経営、その売り上げを上げて、利益を確保しようっていう考えがそもそもなかったと思うんですよね、そのスタートの時点で。確かにそうかもしれないですね。はい。で、うん、そのやっぱりそこがベースでこう、まあ、徐々に徐々に価格は上がってきてはいると思うんですけど、でもやっぱりそのベースがそのおまけっていうところから始まっちゃったものに合わせてのずっとこう微妙な値上がりしかめちゃくちゃ分かる。はい。なんか20年ぐらい変わってないって言われてますもんね、トリミングサロンの料金体系って。いや本当そうなんですよね。まあ自分もなんえ、まあ僕も含めなんですけどね、そんなに高くはやっぱりちょっといただけてないので、そう、リアルな話なんかね、多分やり始めの時ってちょっと自信がないとかで、なんかできない方も中にはいらっしゃるのかなって僕は思ったりもしてるんですよね。いや、そうですね。ね。いいと思うんですよ、その、やり始めは。オープンの、まあ、新しく新店オープンしますって言って、うん、お店を出す人が、ちょっと、こう、他の店舗と比べて、もし、その自分の、なんていうんですかね、その売りというか技術というかその価格に自信がなければちょっと金利よりも低く設定するとかは戦略としてはありだと思うんですけど、はい、ただそのそれは最初にこうお客さんをつけるっていう目的のためにこう安く最初値付けするっていうのはありだと思うんですけど、ちゃんとそのお客さんがついてきた状態になった時にいつまでもその価格設定でやっているのは結局自分の首を絞めることになってしまうんで。そうなんだよな。はい。だからやっぱりうちの近くのサロンはトイプ2万って書いてありますね。あ、すごいですね。いつも混んでる印象です。テディベアカットを始めたところですごいな。そんなお店さんもやっぱあるんですね。
そうですね。だからやっぱりそれぐらい取れるようになってくると、ああ、この方ですね。ああ、これはまた違う人か。うん、また違う方がコメントくださって、うちの行ってるサロンさんはその価格を変えようと頑張ってはります。ちょっと高くなっちゃうけど、そのトリマーさんにお願いしたいので納得してます。トリミングってシャンプーしてカットしてもらうだけじゃないので、ああ、これはすごく言葉ですね、トリマーさんにとっては。いや、本当にもう、神ですね。神っすね。神ですね。神っす。やっぱり、どうしてもお客様に、価格改定の話をすると、やっぱりこういうふうに、言ってくださる、もう、神のようなお客様もいる中で、はい。やっぱり、え?って、言われることも、まあ、あるじゃないですか、値段上げるっていうのは。あるっすよ。僕も値上げした時やっぱ正面やっぱ去っていかれたお客様もいらっしゃるんで。いや、そうですよね。それがやっぱ辛くてね、なんかずっと見させてもらってたのになっていう気持ちもあるし、まあまあしょうがないんですけどね。まあそうなんですよね。で、まあいろいろと考えたんですよね。なんていうんですかね、トリミングサロンが、はい、なんで、安い価格設定になっちゃってるのか。はい。はい、で、まあ、なんか、資料みたいなのが。いや、ちょっと資料作ってなかったんで、今書きます。今書くんすか?今書きます。これちょっと、ちゃんと見えるんすかね?反転しちゃいますよ。カメラ、ひっくり返せます?カメラひっくり返したらちゃんと映ります。これ、あ、でもまあ、大丈夫。あ、まあ見えるか。大丈夫ですね。じゃあ、こんな感じで、ちょっと、書いてみます。はい。そして、今、売り上げって書いたんですけど、これ、こっからすでにちょっと今、間違えました。間違えたんかい。喋りながらやってると、ちょっと間違えちゃいました。ちょっと待ってくださいね。なんか、タンさんが図で説明してくださるって感じですかね、売り上げについて。そうですね、図で、お店っていうか、トリミングサロンの、はい、なんていうんですかね、お金の仕組み、はい、はいはいはい。みたいなものを。あ、知りたいです。はい、図で書くと、まあ、ちょっと待ってくださいね。はい。もうすぐできるんで。字が汚いんで、字が汚いのはちょっと、はい。気にしないでください。はい。図がわかりやすいですね。そういう売り上げのやつって。あ、また漢字間違えた。なかなかやっぱ字書かないんだなって思いますね。漢字書くと。ああ、僕もでも手書きでフードのセミナーさせてもらったんですけど、はい。漢字の間違いをご指摘くださる方がいらっしゃって。ああ、優しい。まあまあ、恥ずかしいんですけど、まあありがたいですね。めちゃめちゃ優しいですね。この年で割と結構間違ってました。でも、川上さんの何でしたっけ、紙でこう、ペラペラ、はい。めくっていくやつ、はい、あれすごい自分は見やすいなって思いました。あ、マジか。よかったよかった。あれみたいって思いました。鉄拳。あれね。はい。まあまあなんか、見やすいかなって思って僕なりにやってみたんですけどね。あれは本当、見やすかったです。あ、よかったです。まあ、漢字は間違えてましたけどね。お待たせしました。映るかな?映ってんのかな?あー、タンさんこれ反転させた方がいいかもしれないですね。ちょっとわかりにくいかも。反転ってどうやってやるんですか?カメラ、画面の右上の方に矢印のマークないですか、はい、上と下に矢印になってるマークないですか。画面の右上に上と下になってる矢印。矢印のマークみたいなのがあるんですけど、ない?あ、それそれ。これですか。あ、で、こうか。あ、そう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 。あ、ちょっとすごい。手いっぱい伸ばさないと。あ、でも見えますよ。見えます?見えます、見えます。あ、よかったです。これが、はい。あれですね、
トリミングサロンの、お金の、図になるんですけど、はい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 、まずここですね、ちょっと、字間違えてぐちゃぐちゃって汚くて見づらいんですけど、単価ですね。はい。単価。単価と、あと上に変動費っていうのがあるんですけど、うん、この変動費っていうのが、シャンプー剤とか、はいはいはい、その、一頭を洗うのに、トリミングをするのにかかる金額ですね。はいはい、で、その残ったお金が、その、粗利になって、はいはいはい、かける、その、頭数、数が、1ヶ月の総売上になって、はい、で、ここの変動費ですね。変動費かける頭数がこの総変動費っていうところになって、このアラリーが、かける頭数が総アラリーになって、はい、で、この総アラリーから、ここですね、はい、固定費と、あと利益っていうのが、捻出されるんですけど、はい、これが、まあ、トリミングサロンって、結構その一人マンさんでやられてるところとか、あとはお店を始めるときって大体みんな一人で始めるじゃないですか。そうですね。確かに。そのよっぽどの、なんていうんですか、大手とか、あとは、まあ、そうか、大手。大手とかだったら、なんか最初から3人体制、4人体制でスタートしたりすると思うんですけど、今野さんの30分で終わらないフラグ立ってますが、もうちょっと目に入って、はい、目に入ってちょっと笑っちゃいました。このまま、このまま行きましょう。はい。で、わかりやすい、この図は。はい。で、やっぱりその、一人で始められる方がほとんどだと思うんですよね。自分のお店をオープンしますって言って。はい。で、始めた時に、やっぱりそのトリミングサロンって、この、はい、ここですね、この変動費。この上の部分。ここが、そんなに、かからないじゃないですか。その一頭あたりの経費っていうのが。まあ、シャンプーとかぐらいで、知れてますよね。そうですね。で、やっぱりその、飲食店とか、に比べると、全然その変動費っていうのがかからなくて、この粗利っていうのがすごい残りやすいんですよね。はい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 。なので、その、まあ、単純に頭数やって、売り上げっていうのも、まあ、その、ここの単価が低かったとしても、この、総売上げっていうのは一応ある程度立って、この総変動費、ここの、この幅ですね。この幅が、トリミングサロンはすごい少ないんで、まあ、やってけちゃうんですよね。この総あらりっていうのがある程度確保できて。なるほど。はい。ただ、ある程度お店をオープンしてやって、じゃあ、そろそろ雇用しようかなと。始まって、で、まあ、社員さんを雇うじゃないですか。はい。ってなった時に、やっぱりこの固定費っていうところに、その、社員さんのお給料だったり、まあ、店舗の家賃だったり、毎月かかる通信光熱費とか、はいはいはい、水道光熱費とかっていうのは全部ここに含まれてくるんで、はい、ここの固定費の枠が、その、新しく人を雇う。と言ったときに、ぐっと広がるんですね。はいはいはい。はい。ってなったときに、やっぱりトリミングサロンって、ここの単価がそもそも低い状態で、うんうん、で、この総売上も低い状態。だけど、うん、この変動費、総変動費がめちゃめちゃかかんないから、一人でも全然ここの利益っていうのは出せてたんですけど、人を雇った瞬間に利益出せなくなっちゃうんですよね。確かに。もうそもそものここの幅が狭いんで。ってなった時に、オーナーたちは何を考えるかっていうと、やばいやばいって、この固定費を下げなきゃ下げなきゃって思うんですよね。だから、いつまで経っても、そのトリミング業界、ペット業界の、このお給料にかかる、この固定費の部分ですね。はい。ここの部分っていうのが、いつまで経ってもこう上がらない業界全体を通して。でもここが悪いんじゃなくて、根本の問題となってるのはここなんですよね、ここ。なるほど。ここがもっとグッと上がれば、この総売上げの幅も上がって、そもそもこの総変動費っていうのはかからないんで、
ここの固定費の幅をもっとちゃんと取れるんですよね。なるほど。はい。だから、はい。だから、その、一人でやる分には全然余裕なんですよ。ここの、今の、トリミングサロン業界の水準で。うん、まあ、十分。お一人やとどうしてもね、固定費かかりにくいとは思うので。はい。はい。十分利益は出しやすいんですよね。うん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 。ただ、その人を雇おうという、雇用しようとなった時に、どうしてもそのお給料としてしっかりとした額っていうのを社員さんにお渡しすることができない現状っていうのが、まあ今のトリマー JP だったり、あれトリマー JP とか名前出してっていいのかな。あ、まあ、求人、まあそれはいいじゃないですか。そうそう。求人サイトとかを見てると、やっぱりその、まだまだその業界の水準っていうのは低いなって思うんですよね。確かに。はい。で、うん、まあ、結局、ここの総売り上げですね、ここの幅を上げるのには、何をしなきゃいけないかっていうと、ここの頭数をぐっと上げるか、こっちの単価をぐっと上げるかのどっちかしかないと思うんですよね。確かに。はい。それで、あとは、この変動費っていうのを、まあ、下げる。うん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 、っていう選択肢はあるにはあるんですけど、まあトリミングサロンの場合はそもそもがこの変動費の割合が少ないんで、ここをどんだけもっと下げようって言って下げたところでビビたるもんでしかないんですよね。シャンプーとか知れてますもんね、そんな言うほど。そうそう。だからまあ物販でその商品販売をしてるようなあの業種で、で、はい、その物販、物の仕入れ額を、例えば、6掛けで仕入れてるものを5掛けにしようとかってなるんだったら、全然話は変わってくるんですけど、うん、トリミングサロンの場合は、その、ここのかかる、変動費にかかるお金っていうのが、全然もうそもそもかかってないから、そこを下げるっていうのは、あんまりこう選択肢としてそんなに上がってこない。で、まあ、やっぱりその、この単価を上げるか、頭数を上げるかのどっちかでしかないんですけど、やっぱこの頭数を上げるっていうのも、結局こう、限界があるじゃないですか。はい、もう本当に、もう本当にもう、なんかお客様で見てらっしゃる方いたらもう申し訳ないんですけど、うん、この方にやっぱ限界がありますね。いや、本当そうなんですよね。で、やってるトリマーたち自身も、やっぱりその、きついくなっちゃうんですよね、精神的に。この、こっちを上げて上げて上げてみたいな、頑張ってると。やっぱ、命を預かりしてるわけですから、集中力がやっぱり半端ないんですよね。いや、ほんとそうなんですよね。もうこればっかりはもう本当に事故ないようにって、多分トリマーの皆さん気をつけてらっしゃると思うんで、みんな一緒だと思うんですけど。うん、いや、ほんとそうなんですよ。で、ね、やっぱり何が必要になってくるのかっていうと、結局ここを上げるしかないんですよね、この単価っていうのを。なるほど。はい。ただこの単価を上げるっていうのを考えた時に、その、はい、やっぱり一時期こう値上げブームみたいなのがあって、みんな値上げしましょうみたいなノリの時があったと思うんですけど、でその値上げ幅、値上げ額っていうのが、はい、なんかこうちゃんとこう根拠があるのかないのか。そうなんですよ。っていう。で、それを、まあ、なんていうんですかね、その、業界全体を通しても、こう、しっかりと、なんていうんですかね、教えてくれる人も、そんなにこう、見当たらなかったと思うんですよね、その当時は。確かに。はい。で、それ、まあ、教えてくれる人たちとかが言っても、やっぱりその、なんていうんですかね、その、あんまりこう、表舞台、に露出はそんなにこうしてないような人たちが、こう、なんていうんですか、こう身近にいて教えてくれたりとか、そういったのはあったと思うんですけど、はい。やっぱりこう大々的なこうセミナーみたいな形で、その値上げ幅の根拠、値上げ額の根拠とかっていうのを話してくれる人っていうのがなかなかいなかったから、はい、単純に、値上げしましょう、値上げしましょうって言って、じゃあいくら値上げするのってなった時に、
500円とか、うん、1000円とか、うん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 、なんかこうなんていうんですか、ざっくりとした、うんうん、こう料金改定みたいなのが多かったんですよね。あのタンさん、ちょっとだけコメント取っていいですか。ちょっと放置しちゃってるんで、はい、なんかどこら辺からかな。いやこれめっちゃ手がすごい、ずっとこうやって喋ってたから。プロとは万人ができないことができる人だから、私たちはその対価をきちんといただかなくてはいけないと思います。これトリマーさんの意見ですね。はい。これもトリマーさんかな。私が子供の頃に飼っていたプードルのトリミング料金は当時7000円でした。今から40年も前です。おお。消費税がついてるのであまり変わらないのが現実です。確かに40年前か。すごいですね。40年経っても変わらないって。同じ方ですね。コノさんは呼んだな。人材育成に時間とお金がかかるのに分かってほしいです。うん、あ、本当そうなんですよね。ね、あ、またすごい嬉しいお言葉が。一頭一頭と向き合っていただきたいので無理はしないでほしいです。今のトリマーさんでしたら値段上がってもそのままお願いしたいと思います。うん、こういうのは嬉しいですね。いや、本当ですね。うちのトリマーさんは足の悪いうちの子のために2人での施術してくださってます。感謝でしかありません。そうですよね。うん、いろんなパターンがありますからね。そうなんですよね。だからそのやっぱそのトリミングサロン、トリマーさんの価値っていうものを、うん、そのお客様、分かってくださるお客様もいるんですよね、絶対的に。はい、一定数いらっしゃると思います、もちろん。はい。で、その、結局自分たちトリマーっていうのは、その、商品をこう仕入れて、それを売ってるとかっていうわけではないので、自分たちの知識だったり、その技術だったりっていうのが商品になってくる。で、まあ、それをこう、まあ、言い換えると、もう自分たち、そのトリマーたち自身が、まあ、一人一人こう商品っていうようなその枠組みに入れられると思うんですよね。はい、おっしゃる通りです。っていうことは、そのさっきの表であった単価ですね、価格、はい、っていうのが自分たちの価値でもあるんですよね。なるほど。はい、だからその自分たちの価値を何の根拠もなく、その、なんとなくこう、周りのお店に合わせて決めるっていうのが、うん、まあ、なんていうんですかね、そろそろ、こう、業界的に変えてい、うんうん、いかないといけない、まあ、時期なんじゃないかとは思うんですよね。トリマーさんって実は結構辞める方多いんですよね。うん、いや、そうなんですよね。賃金の問題もあるし、やっぱり仕事が単純にきついっていうのも結構大きい理由としてはあるかなと思うので、うん、タンさんのところ確か目標はなんか30万っておっしゃってましたっけ、従業員の。そうですね、社員全員30万を目標にしてますね。すごいな、それは。そうですね、だからやっぱりそのもう自分のやっぱスタートがその一番最初に入ったお店の先輩が、うん、お給料が安いっていう理由でもう家庭を持てないから辞めるっていうのが、うん、まあスタートにあるんで。そうでしたね。はい、やっぱりもうなんとかその変えたいっていうのはあるんですよね。簡単になんか価格をちょっと決めすぎなのところがもしかしたらその上げにくくしてる要因の一つでもあるのかもしれないなって考えたことはちょっとあったんですよね。ああ、まあ、何も考えずにやっぱ決める。僕自分も初めそうでしたし、はい。ちゃんと教えてもらえてないというか。なんで、タンさんぜひやってください。いや、そうですね。サロン協会ですもんね、タンさん今。はい。教えてもらえる場所があるっていうのはすごくありがたいと思いますよ。いや、そうですね。でちょっとまたさっきの若干続きを話してもいいですか。あ、じゃあこのコメントだけをお願いします。閉店やトリマーさんの転居でトリミングジプシーに何度かなっているので、会うトリマーさんはとても大切です。あ、こんな風に言っておっしゃってください。嬉しいですね。いや、本当そうですね。ね。
すみません、タさん行きましょう。難しいですもんね、そのワンちゃんって喋らないんで。そうっすよね。なんかこう、人間の美容師さんとかだったら、こう、自分が、なんていうんですかね、その、合う合わないっていうのが分かるじゃないですか。なんかこう、美容師さんいっぱいいるじゃないですか、もう美容室もいっぱいあるし。はい。はい、だからまあ、選び放題といえば選び放題。そう、確かに美容室めちゃくちゃ多いですもんね。はい。けどやっぱトリミングサロンってそのワンちゃんを連れてかなきゃいけないんで、その場所がなかなかその難しかったりしますよね、うん、その電車でもうなかなか移動しづらいし。まあそうですね、なかなかまあ難しいですね、やっぱ車が大半になるのかな。はい、だからやっぱりそのなかなかこう選ぶ方、お客様の方もこう選びづらいっていうのはあると思うんですよね。近ければ近い方が絶対いいに越したるんで。そりゃそうっすね。確かに。はい。だからまあ、そのトリミングチプシーになっちゃうっていうのは、まあ、結構ありま、よく聞く話ではありますよね。そうですね。安定するまで結構時間かかる方がいるっていうのも、なんかやっぱりお聞きをしたりしますね、よく。ね。さっきの続きいきましょうか、すいません。はい、ちょっと時間があれっすね。もう30分過ぎましたね。すいません、30分過ぎました。ちょっと5分ぐらいで続きを話します。はい、これ戻っちゃうな。あ、できた。はい、行きました行きました。はい、で、まあ、さっきの、話の続きなんですけど、結局もう価格を、上げるしかないなっていうところではあるんですけど、じゃあいくら上げんのっていう話なんですよね。はい、でいくら上げんのっていうのをそのちゃんとここの単価に対してのそのパーセンテージを、決めた方がいいんですよね。で、まあ、10% なら 10%、 例えば5000、まあ分かりやすく言うとそんな安いのはないと思うんですけど、はい、単価5000円です。はい。で、まあ、変動費もちょっと分かりやすくするんで500円だとします。はい。ってなると粗利は4500円になるんですけど、はいはい、まあ、かける等数がそのまま総売上げ、うんうん、で、まあ、総変動費総粗利っていうふうに割り振られていくんですけど、うんうん、そのだいたい価格改定で、まあ、自分もそうなんですけど、一番怖いのって失脚じゃないですか。うん。そうですね。そう。はい、本当そう。お客さんがいなくなっちゃうのが怖いから、はい、その、値上げっていうのを、もう、なんていうんですかね、ちょっとこう、安泰な方向に行っちゃうんですよね。まあ、今回、ちょっと500円だけ値上げしますとか。うん、めちゃくちゃ分かる。どうしても、そうなんですよ。なんか500円ぐらいだったら、まあ、お客さん大丈夫かなみたいな感じじゃないですか、考えるとき。本当に。でも、そこじゃなくて、一番、うん、その、考えなきゃいけないところっていうのは、ここなんですよね、この利益。はい。はい。ここが、いくら増やしたいのか、どれだけ必要なのか。で、または、こっちですね、この固定費。その、社員さんにいくら給料を渡したいのか。はいはいはい。で、まあ、さっきもう話に出た、その自分の目標としてる、ここですね、この社員さんの、お給料、はい、全員30万っていうのを目標にしたときに、ここの額っていうのがもう決まってくるんですよね、この固定費の額が。オールから考えちゃうみたいな感じなんですね。そうそうです。で、固定費の額が決まって、で、お店に必要な利益もあるじゃないですか。例えば、その、なんかあった時、まあ、今回コロナでトリミングサロンはそんなに影響は受けてないですけど、はい、その飲食店さんみたいに影響受ける可能性があることはあると思うんですよね、その何かの表紙で。うんうん、十分考えられる。はい。で、そのリスクに備えるためにも、その、ちゃんとここの利益っていうのは確保しておかないと、お店の存続って会社の存続ができないんで。まあ、はい。やっぱりこの利益の確保と、その固定費を、いくら社員さんに渡したいのかっていうところが決まると、もうこの、必然的にここの額が決まるんですよね。
なるほど。はい、でここが決まるとここも決まるんですよ、総あらりっていうのが、勝手に。で、総あらりが決まるっていうことは、こっちに戻していくと、ここのあらり幅ですね、今の単価で考えると4500円があらりになるんですけれども、その、欲しいこの総あらりの額が、この等数、例えば、目標としてるこの総あらりを達成するのには、一人、一月に200頭やんなきゃいけないとか、ってなった場合に、一人で一月200頭ってほぼ無理じゃないですか。で、じゃあ、その頭数は無理だってなったら、じゃあここですね、こっちの単価っていうのを、じゃあいくら上げれば、今のその現実可能な頭数で、この総あらりを賄うことができるのか。何頭すればいいのかって分かるってことですね。はい。っていうのを、ちょっと今この図で説明しちゃってるんで分かりづらいと思うんですけど、本当はこう、数字をちゃんと書いて持っていった方が、本当は分かりやすいからちょっと申し訳ないんですけど、なんかざっくりな感じになっちゃって。なるほど。はい。で、まあ、こっちゴールから考えるっていうところと、あとは、その、やっぱりこう、さっき言った気持ち的にお客さんが離れちゃうのが怖いっていうところを考えたときに、現状の利益があると思うんですよね。例えば、まあ、現状の利益が一月、まあ、30万あるとします、はい。はい。で、ここがもう、じゃあ30で固定だとして、はい、その、単価ですね、こっちを、まあ、15% 上げます。うん。まあ、ちょっと、わかりづらいから10%にします。はい。10% 上げますってなったときに、ここの単価は 10% 増えるんで、頭数がある程度減っても、こっちの、この総売り上げっていうのは、単価が上がってる分、頭数が減っても、総売り上げが変わらず、っていうのが保てるんですけど、じゃあ、それを、保つのは、頭数は何頭減っても大丈夫なのか、っていうのをあらかじめ計算して出しておくと、単価、価格変えて値上げをするって、なった時でも現実その頭数減ることがあるのかっていうのを現実的に考えることができるんで、まあ何頭減っても大丈夫かなみたいな計算はできますね。はい。で、まあそれを考える時にこの月あたりの頭数で考えているので、はい、毎月来てくださる常連のお客様いるじゃないですか。その方たちが値上げをすることで、この例えば頭数が、毎一月10頭減っても大丈夫っていう数字が出た場合、値上げをすることによって今まで来てくださってた常連のお客様の中から10人お客さんがその失脚離脚してしまうことがあり得るのかどうかっていうふうなその考え方をすると、まあなかなかやっぱそんな失脚っていうか、その、離れていくお客さん少ないんで。なるほど。はい。これが、ちょっと、すいません。準備不足で、ちゃんとここ、数字を。いや、でも分かりやすい方が。本当は数字で見せた方が分かりやすかったんですけど。これは分かりやすいですよ。はい。そうか。という、感じです。なるほど。これ、はい、ライブ内容じゃなく、もはやセミナーっすねって、近藤さんおっしゃってくださってますね。ああ。こういうのを、やっぱり発信していくべきなのかもしれませんね。そうですね。僕、まあでも、できてるかって言われたら、やっぱり、意識としてやっぱり上げないとっていうのはあるんですけど、はい。でも、気持ちの面でっていうのは、やっぱ正直なところはやっぱあります。まあ、特にコロナになったっていうのも、まあ、手伝ってるっていうのもちょっとあったりも正直あるんですけど、お店の存続とか考えるとね、
どっちがいいのかっていうところですよね。そうですね。あとはやっぱりそのなかなかこう自分のためってなると腹くくりづらいんですけど、うんうんうん、そのやっぱ 社員さんの給料のためとか、そうですね、労働環境を良くしたいとかってなると、あのなんていうんですかね、もう必要経費がバンと出ちゃうんで、うん、数字でそっちの方がまあ、あの腹くくりやすいはくくりやすいですね。うん、確かにね。はい、その自分がいくら利益欲しいとかってなっちゃうとなかなかこう願望みたいな感じになっちゃうんで、うんうんうん、なかなかその数字って決めづらかったりするんですけど、確かに、はい、社員さんの給料とか固定費をもうこれだけ必要になりますっていうのが数字で出てくると、あ、じゃあもうやんなきゃなみたいな。確かにね、はい、うちも変えてますからね。やっぱりもうちょっと環境良くしてあげたいなっていう気持ちは常に持ってますから。うん、ちょっとコメント読んでいいですか。はい、トリマーがもう飼い主様へどんな価値提供しているか伝えていくのも大切ですよね。ああ、いや本当そうですね。そうですよね、うん、値上げでトリミングの回数が減ったお客様がいるのも悩みです。あげたらお金、ワンちゃんが心配になります。そこが値上げに踏み切れない現実です。わかるな、これも。いや、そうですね、すごいわかります。そのまあ、ただあ、すいません、ちょっとわかります、その気持ちは。気持ちはね、もう一人、来た方、わかります、この価格だから連れてこれるっておっしゃるお客様が結構いらっしゃるのも値上げを躊躇する理由の一つです。うん、そうなんですよ。で、まあ、あの値上げを躊躇するっていうのが、うん、結構あのなんていうんですかね、まあ、自分も値上げするときにすごく考えるというか、そのお客さん目線で考えたとき、うんうんうん、にやっぱりその申し訳ないなとか、なんかこうちょっと言いづらいなとか、うん、やっぱ思っちゃうんですよね、そこは。あ、こんばんは。ただあの、まあ、これはあれなんですよ、あの自分がお店を始める前に、はい、その経営を教えてくれてる人がいるんですけど、その方のあの受け売り、はいはいはい、受け売りっていうんですか、その、まあ、始める前からこう いただいた言葉で、はい、まあ、自分の、なんていうんですかね、その、基盤になってるようなものがあるんですけど、うん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 、これも今、はい、今書いてるんですか。図書いてます、今。だからこれはもうすぐ書けるんで。これ大丈夫ですか、このままで。ダメか、あった方がいいかな。これ手疲れるんですよね。はいはい、はい、で、まあこれが自分がお店を始めるときに、うん、まあ、経営を教えてもらってる人からいただいた言葉で、はい、社長がいて社員さんがいて、はい、でお客様がいる、うんうん、で必ずその全ての物事の中心にはこの感謝がないとダメだよっていうのを、お店を始める前にその言ってもらっていて、うん、で、まあ、それはどういうことかっていうと、まあ、社長は社員さんにも感謝するしお客様にも感謝する、まあ、これは当たり前ですよね、はい、で社員さんも同様にやっぱりお客様に感謝するし、社長にもその働く場っていうのを提供してもらってるっていうところで、やっぱりその感謝っていうのが必要になってくる、うん、で一番そのトリマーさんっていうか、そのサービス業全般で忘れがち、ないがしろにされがちなのがこのお客様の存在、はいはいはい、でお客様もこれちょっと社長って書いてあるんですけど、これは社長であるし社長でもあるし、うん、そのまあ、会社とか店とか
でもあるんですよね。はいはいはい。で、お客様も社長だったり、その会社だったり、店に感謝をしなきゃいけないし、社員さんにも感謝をしないといけない存在ではある。それが、役割。なるほど。としてあるから、だからやっぱり社長がお客様のことばっかりを考えたら、社員はついてこないよって言って。なるほど、確かにね。はい。で、社員が社長とか会社とか店のことばっか考えたら、お客様はついてこないよ。で、お客様も、お客様だけのことを考えてたら、うん、みんな、この三角形っていうのが成り立たない、くなってしまう。いや、ほんまそうっすよね。はい。なので、まあ、ちょっと戻します。手が疲れたんで。はい、この三角形をベースにその、はい、考えると、そのトリマーさんとかサービス業全般やられてる方って本当に優しい人が多いなってすごい思うんですよね。その、ね、結構その異業種の方とかとお話ししたりとか、その触れ合う機会がここ 1,2 年ですごいあって、はいはい、建設業だったり不動産だったり、なんかこう事業をやられてる方だったり、あ、もう本当、こう、多岐にわたる人とお話をしてて、はい、思ったのが、そのサービス業をやられてる方は物腰がめちゃめちゃ柔らかいし、優しいんですよ、みんな。で、優しいからこそ、自分たちを、こう、低く見積もるというか、ちょっとこう、下に置いちゃうんですよね。すごい言葉やな、それ。確かにね。はい。だから、その、結局、その、まあ、自分たちが存在してるのは、お客様のおかげでもあるんですけど、逆も言えるんですよね。その、お客様も、その、自分たち、その、お店だったり、会社だったり、社員さんたちっていうのがいることで、お客様でいられるんですよね。確かに。はい。っていうのを、やっぱりその、なんていうんですか、その、ちゃんとお金の面でも、うんうん、しっかりとその支えてほしいっていう、そのなんていうんですかね、その価値観っていうんですかね、それは持ってもいいんじゃないかなって思うんですよね。自分たちがサービス業であったとしても、まあそうですね、それが本当に理想やなとは僕も思います。はい。だからその結構やっぱお客様に値上げって悪いなとは思っちゃうんですけど、うん、でも、まあ、多分これ自分が社員さんを雇用してなかったら、うん、そこまで思ってないのかもしれないんですけど、その、オーナーとしての、その立場から、物事をちょっとまあ考えると、その社員さんたちも生活かかってるし、そうですね。年齢もどんどん上がっていくんですよね。いつまで経っても同じ状況じゃない、生活環境っていうのが。で、年齢が上がっていけば上がっていくほど、やっぱりその、必要になってくるお金だったりとか、その、環境が変わってくるんで、その家庭を持つ方も出てきますし、うんうんうん、結婚されたりとかね。はい。ってなってきたときに、やっぱり、その、お客様にも、ちょっと協力、してくださいって思ったんですよね、自分は。いや、それ言えるのすごいなと思いました。はい。だから、オーナーとか社長ってあればあるほど、その、なんていうんですかね、自分たちをこう、下にこう、設定をしたら、その下の社員さんたちはもっと下になっちゃうんで、やっぱりそこは、その、なんていうね、ちょっとずうずうしいかもしれないけど、お客様も、やっぱりその、ちゃんと感謝っていうのを、なんていうんですかね、いただいてもいいんじゃないかなとは思うんですよね。その対価として。まずちょっとコメント読んでいいですか？はい。トリマーですけど、自分が体を壊して店を潰してしまうと、一番困るのはお客様だなって思ったから、
値上げに踏み切れました。値上げされたんですね。ああ、いや、素晴らしい決断だと思います。本野さん、サービスを受ける側はお金を支払うことでサービスを受ける権利を得ていると考えがちですが、実はお客様は平等ではないと考えています。お店に対して感謝を得ているお客様は、質のいいサービスを受けるべきであると考えますし、それをサービスをする側が調整するということが必要となるのだと考えます。なるほどね。いや、そうですね。まさに VIP 客と、うん、っていう考え方ですよね。やっぱあれですかね、離れていくのがなんか怖いっていう心理がなんかすごく働いてしまうのかもしれないですね。そうですね。まあ、それは、しょうがないことではあるんですけどね、その人間の心理的にやっぱりその、うん、損をしたくない動物と言われているので、そうです。それはすごくわかる、僕も。はい。だからやっぱりその、値上げをすることで、ついてきてくれてるお客様も、うん、の方が絶対的に多いのに、うんうん、去っていってしまったお客様をカウントしちゃうんですよね、こっちは。そうなんですよね。そうそう。あの人いなくなっちゃったなとか。思い出しちゃいますもんね、やっぱり。はい。だから大事なのって、まあ、その、去っていったお客様もいるけど、残ってくださってるお客様も、の方が多いっていうところも、両方をちゃんと見ないと、いけないなとは思いますね。まあ、本当に考えなしにね、なんか、思いっきり値上げしたりとかやったらもちろん論外ですけど、うん。さっきみたいに、タンさんみたいに、ちゃんと、ゴールの方から考えるっていうのをちゃんとして、ちゃんと説明するってことですよね。うん、そうですね。半径1キロに7軒サロンあります。はあ、すごいですね。トリマーさんですかね。半径1キロに7件って結構多いな。多いですね。多いですね。うちが一番高いです。ああ、そうですね。素晴らしいです。あ、こんなの。つまり、前日になった値上げを踏み切ると、来れなくなるお客様がいるから踏み切れないという考えは、同時によく利用してくれるお客様に対して、より良いサービスを提供できない環境を作ることになる可能性をはらむとは思います。うん。確かに。うち10件以上ありますって。そんなあるんですね。本野さんの近くめちゃくちゃある、ありますあります。ああ、でもなんか言ってましたよね。そういえば激戦区なんでしたっけ？うちもでも結構ありますよ。うちもでも多分高い方やと思います。地域では。そうなんですね。値上げをしたことで残ってくれたお客様へ時間を使えるようにもなる。そうなんですよね、本当に、うん。残ってくださってるお客様に対してはもう、自分たちのね、価値をもちろん上げないといけないってのはもちろんあるんですけど。うん。そう、北区の方ですね、近野さんの。京都の激戦区なんですよ、近野さんの2店舗目のお店の方か。ああ。だから、すごいですね、激戦区。激戦区ですね。いや、でも、すごいいいお話でしたね、今日。いやー、もうちょっとまあ、安定の30分超えでしたね。もう1時間っすよ。でも、今何分なんですか？今ね、9時57分なんで、もうほぼ1時間喋ってます。あ。でも多分、トリマーさんが見てくださってるのが多いんじゃないですか、今日って。多分、そうですよね。お客様ももしかしたら見てくださってるかもしれませんけど、でもまあ、すごい言いにくい気持ちを代弁してくださったと思います、僕は。いやいや、もう自分の中でこう、ここまで、もしお客様が見てくれてたとしたら、ここまで見てくださってるお客様はきっと神だなと思ってるんで。はい、本当に、本当に。はい。だから多分言っても大丈夫だろうと思って。なるほどね。なるほどね。はい、勝手に言ってました。値上げをして残ってくれたお客さんに感謝の気持ちを持てるようになりました。そうっすよね。うん。そうやったな。タンさんの30分、60分という意味ですね。ノブさん。倍ですね、まあ、約。いや、ちょっとそうですね。すいません。いや、まあ、これ30分で終わらんすよ、今日の内容は。いや、やっぱりなんかこう、ね、話してると、あれっすね。こう、つい。まあ、僕も聞きながら、やっぱり、話してると。はい。値段より安心できるサロンなら、お金高くても通い続けたいです。シーズンなのでずっとカットしなきゃいけない犬種なのでそうですよね。トリミングがやっぱりずっと必要な犬種、
種というかトリミング必要としない子っていいのかなって僕思ったりするんですけどね。ああ絶対何かしら肛門絞りとか爪切りとかねお家でできにくい作業とかって絶対あると思うので。いや本当そうですね、室内で飼ってる以上はトリミングは必須だと思うんですけどね。だとなので、はい、僕もなんか一言だけ言わせていただけるのであれば、はい、トリミングは簡単じゃないとは思ってます。やっぱりお家でできるほどそんなに簡単じゃないなとは思ってます。シャンプーとかもそうなんですけど、うん、いや本当そうですね。前シャンプーのセミナーさせていただいたんですけど、やっぱりお家でシャンプーされてる方数名いらっしゃいますけど、なかなかハードル高いと思うので、うん、うん、あちょっとすごいコメントがいっぱい来たの。高くても信頼できるトリマーさんのところに行きたいです。ああいい嬉しいお声ですね。あ本当ですね、ありがたいですね。以前働いていた会社はトリマーさんへの負担が大きく、技術に対しての給料手当がなく低賃金で辞める方が多かったです。トリマーの技術や質に満足して来ていただいている方は値上げに関して気にしない方が多かったです。そっか、うん、物販なくトリミングだけで利益を上げようとすると値上げプラス付加価値を高めたり技術や価値を上げていくしかないんですかね。付加価値っていうのはやっぱり必須になってくるとは思うんですけど、うん、物販もそうですよね。物販頑張ってるトリミングサロンさんとかも結構あると思うんですけど、うん、そうですね。うちも結構物販はでも頑張ってる方ですけど、でもやっぱり厳しいとは言わないですけど、はい、時間がどうしてもかかります、物販をするってなると。あー、そのお客様とのあれですかね、どうしても必要になってくるかな。まあご新規さん特にかなと思うんですけど、やっぱりよく話すかなって僕は、まあ僕のやり方ですけどね、まあ、そうなるかなっていう感じですかね。まあでもフードだったりすると絶対必要ですよね、そのそうですね、お客様とのやり取りは。お客様の中の、で頭の中でもそのフードに対する価値観みたいなのがやっぱりあって、でやっぱり長生きしてほしいし、いいものを使ってもらいたいなと思うから、まあ、一生懸命トリマーさん接客したりとかすると思うんですけど、うん、どうしても時間かかると思うんですよね、やっぱり。うん、そうですね、かかりますね、うん、時間は。とてもいいお話です。アーカイブ残してくれますか？あ、残しますよ、アーカイブ。ありがとうございます。はい。あ、カノンさん、差し入れがめちゃくちゃ少ないうちのサービスに、差し入れがめちゃめちゃ少なく、うちのサービスに満足していないのかなって軽く不安です。あー、差し入れってお客さんの気にしたことないな、それは。まあ、でも、来てくれてる以上は満足してると思いますけど。と思います。あ、でも、カノンさん、なんかすごく勉強熱心なサロンさんって僕知ってるんですよ。あー、そうなんですね。そうで、お客様になんかすごくいいお話されてるみたいなのも、聞いたことあるので。あそんなことないんじゃないでしょうか。うん、でも簡単にできるって思ってる方も多いですね。値上げをってことかな、もしかして。あ、トリミングじゃないですか。あ、トリミングか。あ、家でってことね。うん、まあ一定数いるかもしれませんね。サロンにお手伝いに行くようになって、愛犬を練習におうちシャンプーしたらボロガス言われました。毛玉になってるよって。なるよ。すいません。いや本当にもうでもプードルさんで家でシャンプーしてきた子とかね、すみません言わせてもらいますけど、むちゃくちゃもつれてる子多いんですよ。いやそう、洗っちゃうと余計ですよね。そうなんですよ。で被害被るのはやっぱり、まあ、ワンちゃんであって、うん、でプラスやっぱり時間いただいたりとかすると思うんでね、うん、やっぱり僕はちょっとハードル高いかなって思ってます。うん、あ、これうちのお客様だな。値段もそうですけど、やっぱりワンコとの相性も大事だと思います。はい、うん、ありがとうございます。確かに相性はありますね、絶対。うん、相性は絶対、まあそれはね、サービス業ですからね、それは絶対ありますよね。うん、うちも物販やってますが、時間取られ、うちで買ったフード等をネット購入に変わったり、力不足です。まあね、ネットに行っちゃうっていう方も一定数いると思うんですけど、僕聞いたお話ですけど、ネットの方はネットの方でやっぱりいろいろ苦労されてるらしいんですよ。そうなんですね。
そう、僕らもその直接接客できるっていうメリットがあるじゃないですか。はい。ネットの方ってやっぱり接客できないでしょ。だからやっぱりあのこっちはこっちで、まあ、メリットもあるんですよね。もちろんデメリットもありますけど、手軽に買えるっていうね。まあ、これはなんかどっちもどっちかなっていう感じは僕はしてるんですけど。まあ確かにネットって差別化しづらいですもんね。結局値段でのなんかこう上げ下げでしか。ネットショップされてる方にちょっとのあの話をちょっと聞いたんですけど、ネットされてる方はされてる方ですごく大変なんだよっていうのはなんか聞きましたね。そうなんですね。みんな大変なんやと思いますよ。最近は SNS で飼い主さんができるお手入れ動画がたくさん出ていますが、飼い主さんが誰でも簡単にできたら私たちいらなくなりますもんね。まあ確かにそうっすね。どうなんだろう。でもまあお家で必要な場合も時と場合によってはあると思うんですよ。まあそうですね。応急処置的な感じでは。なんかバランスやな、なんかそれもね。なんか下痢しちゃってお尻汚れたらやっぱり洗ってあげる必要もあるでしょうし。なんか 120% されたらもうさすがにね、僕らもいらない。いや確かに。ね、あ、シャンプーね。うちは結構のどかなところですし。ああ、そうなんですね。シャンプーか。なんか、シャンプーのね、セミナーさせてもらったってお話したと思うんですけど、はい、あのやっぱお家で洗うリスクみたいなお話も結構させてもらったんですよ。ああ。だからやっぱりあの、まあ、新人さんとかに向けてもそうなんですけど、例えばあの鼻から水が入って誤嚥性肺炎を起こしてしまったりする場合だってやっぱりありますから、あのこういう風にした方がいいよっていう話をさせてもらったんですけど、特にねシニアのワンちゃんだと、トリマーさんみたいに手早く洗えるかってやっぱりなかなか難しいと思うんですよね。そうですね。時間かかっちゃいますよね。まあそれも本当にバランスだと思うんですけど、お家でやってあげることがいい場合もありますし、なかなかね見極めは難しいと思うんですが、元トリマーですが、今家でダックスとキャバリア2匹自分の家でトリミングしてますが、道具は揃ってないから時間かかるし腰痛いし、サロンに預けてお願いしちゃいます。誰でもできる仕事ではないので、トリマーさんに感謝 しないといけないですね。あ、ありがたいですね、こういうの。いや、本当そうですね、ありがたいです。ありがたいですね。あ、マロンさん。知りたい情報だけ聞きまくられ、お伝えした後ネット購入しましたって言われたことも多々あります。どこまで答えるべきか悩みます。これなぁ、本当ね、僕もありますよ、これ。いやー、まあそうですね、でも、しょうがない。で、まあ、でも、割り切るしかないのかなって自分は思っちゃうんですけどね。なんか事故みたいなもんですよね。はい、ね。これは、どうなんでしょうね。なんか、確かに、全部情報をお伝えしてネットで買われたら、すごく、虚しくはなりますし、トリマーさん側もやっぱり人間ですから、次からなんかいい情報をしようってならないと思いますよ。多少なり。いや、そうですね。言いづらいですもんね、なんか。いや、うちから買ってよ、とか。こんな言ったのに、うちから買わないの、みたいな。あるある。全然ありますよ。なかなか言えないですよね、そういうのも。あと、もう一個思ったんですけど、説明して、ネットで買われちゃうと、その商品置けなくなっちゃうんですよね。結局、なんか、いい商品お店に置けなくなっていって、なんか、今ってね、フードとかもそうですけど、いいものがどん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 出ているのに、なんか、お互いなんか損しちゃう部分もちょっとあったりするのかなって、僕は思ったりもしたことがあったんですよね。だから、買ってくださる方にはものすごく感謝してます。いや、本当そうですね。ね。いや、面白いな、この話。アーカイブありがとうございます。物品のほとんどセミナーダイヤ、アフターフォローと、利益がなくなりますが、いい商品を使ってほしいので、頑張っていい商品を進めていきたいです。そうですね。お、リングさん。うちの親はテレビで保険洗ったりしてるのを見てたら簡単にできそうな気がしてくるって言ってました。簡単じゃないんだよ。まあそうですね。うちの親も言ってましたね。やってる方も実際いますからね。はい。めちゃめちゃ
悲しくなりましたよ。皆さん同じこと経験されているんですね。そうそうっす。服屋さんとかもみんなそうちゃいますやっぱり、その辺は。うん。うん。わかります。あ、うちもそれ悩みです。うちで買ってくださいよって最近私言います。言っちゃうんだ。いや、まあ言える人は言った方がいいです。ネットで買ったのに、その後の質問はこちらにしてこられたり、ああ、やっぱみんな経験してるんですね。やっぱあるあるっすよね。あるあるっすね、やっぱり。トリマーさんがやっぱ見てる率高いですね。うん。ダックスですが、家でシャンプーしても顔周りとか耳とかができないです。乾かすのも難しいです。そうですよ。あれワンちゃんにも負担かかるんで、やっぱり任せれる方はトリマーさんに任せる方が僕はいいかなと思います。うん。うんうんうん。ありがとうございます。私の知ってるトリマーさんはうちで買ってくれるなら教えてあげるって言って聞いてすごいって驚愕しました。なるほどね。みんな結構 言うんすね。もう前提条件みたいな感じですね。言えへんな、それは。ちょっと。ちょっと言えへんけど、めちゃめちゃ熱く説明はします、やっぱり。うん。まあ、どれだけ共感してくれるかっていうところでしかないですもんね。そうっすね。なんか、この人から買いたいって思ってもらえるような人になりたいって、うん、なんか目指してやってるんです、うん、それでもやっぱりね、至らないところもたくさんあるんですけどね。今まで説明して買ってくれてたのにネットで買ってるのって言われるとげんなりします。あ、まあ気持ちは分かるな、うん、それ別にもう言わんでよくないって思っちゃいますよね。いや、そうなんですよね。あえて言わなくてもいい、言わなくてもいいですよね。はい、説明頑張ってるというか、もうこれトリマーさん構う側になっちゃうんですけど、結構皆さん時間とかお金かけて、セミナー行ったりとか、されてる方が多いんですよね、うん、フードのセミナーとか。うん。なので、絶対トリマーさんから買ってねとかで、よう言わんすけど、皆さんやっぱりそこそこ時間とお金は使ってらっしゃいます。あ、ほんとそうです。それだけはちょっと言っておきます。ありがとうございます。いや、なんか、コメント面白いですね。タワさん1時間余裕で過ぎちゃいましたね。はい、ちょっとあれですね、もうそろそろ。そうですね、すいません、なんかコメントでちょっと長々とお話ししちゃってすいませんでした。いやいやいや、面白かったです。すごいみんなコメントしてくださってありがたいですね。そう、でも結構なんか人数減らなかったんで、多分結構共感してくださってる方が多かったんじゃないかなと思います。あ、本当嬉しいですね、こうやって見てくれる人がいっぱい、うんうん、あ、終わる前にちょっと宣伝だけしていいですか。はい、すいません、ちょっと待ってください。ちょっとだけ宣伝させてください。すいません。前も何回か宣伝させてもらったんですけど、トリマーさんの求人の、案内です。大阪府中央区のサロンさんで、アシスタントの方が、お給料20万円以上、スタイリストの方がお給料25万円以上、10年以上経験されている方が30万円以上のお給料を、出されているサロンさんがあります。で、社会保険もついていて、週休2日制で、交通費も支給されるということですね。で、ちょっとびっくりなんですけど、賞与は売上に応じてなんですけど、どこまでも上がるということらしいです。すごいですよね。で、お店を切り盛りしてくれるスタッフさんを募集されてるみたいですので、もしご興味持ってくださった方がいらっしゃったら、僕に DM ください。ちょっとここではお店の名前明かせないんで、すいません。もしよかったら DM ください。いや、すごいですね。社保入ってて月30ってなかなかすごい金額ですよね。賞与がなんかすごいなと思いましたけど、どこまでもってどういうことって始めました。うん、本当すごいです。いや、でもすごいな。すごいですね。10年以上で30万。自分と久保さんが応募します。ダメでしょ。いや、そういうことですいません。ちょっと宣伝挟みまして申し訳ないです。はい。はい、じゃあちょっとコメントを最後読んで終わりにしましょうか。はい、タンさん次回また2週間だから1ヶ月半後ぐらいかな、またそうですね、はい、させていただくんですけれども、まだこういうトリミングサロンの経営についてお話ししてくださる方ですかね、はい、そうですね、またなんか面白いものを見つけて、いや面白かったです、今日僕メモりましたいっぱい。いや、よかったです、ありがとうございます。勉強になりました。ちょっとコメント読みますね。はい。代弁してくれて感謝です。ありがとうございます。誠意を持って対応していたら、
物販の利益以外のところでしっかり返ってくるんじゃないでしょうか。ああ、まあそれもそうですね、確かに。ね。いや、確かに。ね。いいこと言わはるな。間違いないです、ね。勉強になりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。タンさん、髪の毛切ってるって、いじられてますよ。でもこれコメントがやっぱまた途中から見れなくなって。あ、そうなんですか。そうなんですよ。お知り合いじゃないですか、ね、タンさんの。名前が見えないです。あかね1016。ああ。そうそうそう。多分お知り合いですよね。働きたいわ。そうっすよ。僕も気持ちはわかります。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。他のトリマーさんのお話もいろいろ聞いて勉強になりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。マロさん、途中参加だったのでアーカイブ見ます。ありがとうございます。リングさん、アーカイブで復習します。ありがとうございます。すみません、タンさん、長々とありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。すみません、ちょっと今日僕喋りすぎたかもしれません。ごめんなさい。いや、全然そんなことないです。また、次楽しみしてます。はい、1ヶ月半後ですね。はい、1ヶ月半後ですね。コメントをたくさんくださったり、ハートをたくさんくださったり、ありがとうございました。いや、本当ありがとうございます。はい、じゃあまた2週間後に、次は、次誰だ？久保さんかな？久保さん？あ、ジャマさんじゃないですか。ジャマさんだ。ジャマさん。中澤さん。YouTuber の、中澤さんとライブさせてもらいますんで。はい、よろしくお願いします。そろそろ本当に名前決めろよって話なんですけども、今日も決まらずで。そうですね。はい、募集で。どう募集中ということで、すいません。誰か、おっしゃってください。お願いします。はい。はい。はい、という感じで。はい、ありがとうございました。久保くんじゃなくてよかったですって。はい。すいません。長いことありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい、はい、じゃあまたよろしくお願いします。また。はい、やりましょう。ではでは。ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。失礼します。はい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。